ユーリ・ショカルスキーユーリ・ショカルスキーは、サンクトペテルブルク出身のロシア帝国、ソビート連邦の海洋学者、地図学者、地理学者。アレクサンドル・プーシキンの雇用主であったアンナ・ペトロブナ、ケームの孫であるショカルスキーは1880年に海軍学士院を卒業し、ロシア帝国海軍で経験を積み、セバストポリ海洋研究所の設立に、関与、1912年に、 中位の座に登り詰めた。この時彼は、陸水学と気象学に系統し、300の以上の論文を表したため、多産の学者としても知られる。アメリカ議会図書館の上左側にある、ショカルスキーによる1914年のロシア帝国の地図彼の最も著名な論文は1917年発表の海洋学である。この論文は、気象学と水文学を結びつけ、 気候観測を理解するための海洋現象観測の重要性を説いた。そして彼は陸水学と水文学の相違を作ることを説き、世界の太陽という用語を作った。また彼は1904年に王室地理協会の一員に選ばれ、その10年後、ロシア地理協会に移籍1931年まで所属していた。また彼の名前は現在、 ラプテフ海とカラウミを結ぶショカルスキー海峡と、カラウミに浮かぶショカルスキー諸島に残っている。ありがとうございます。